こんにちは、チョメです。君にうっていうゲームをね、ちょっと遊んでみようと思っております。音楽。あ、これで一応音量とかも決めれるのか、効果音。音の設定全部20にしました。なんだあれ、女の子がいる。私と同じ動きしてるよ。お、開いた。クリア。一面クリアってことかな？なんか増えてるこれは。あ、ステージ。今ステージ1だったみたい。じゃあステージ2やっていこう。あれなんだ？毒沼みたいなやつ。初めての料理、料理は苦手。料理はやめておこう。フライパンは封印。どっかにあるってことなのかな？なんか謎解き要素だよね。上から調べるってこと？全部調べたけど特になかったですね。右はどうなってんだろう。あ、ステージ2になったらまた変わるのか。これでケーキを取って、同じ動きするから。で、ハートで合う。なるほど。意味がわかりました。今、ケーキ取ったでしょ？こっちね、コレクションなんだ。ほら。一緒に食べたケーキ。だからどんどん増えていくってことですね。こっちは謎解きではなかった。じゃあ右にどんどん行けばいい、みたいな感じですね。明日行って、これ簡単だ。上行って、あ、ただここで銀行が取れないのか。一回下降りて、あ、逆に行かないといけないからか。これでこうやってやればいいんじゃない？で、逆行って、下行って、あ、そっかそっか、そうなっちゃうよね。一緒に取るみたいな感じだな。こう、私が近づけば OK。めっちゃうまくできてんな。どん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 できるよ。サクサク。これ一回下行きたいな。下行って、右行って、あー上行きたい。上行って、左行ったら逆になるのか。これ一回こうやってぐるーってやって、こんな感じに行って、ちょっと合わせないといけないな、これは。で、下行って、あ、ごめんなさい、皆さん。あれ？え、今のダメだ。今のね、あえてクリアなんだけど、ほら、アイテムが取れないから。そうなっちゃった場合は、多分次の面に行っちゃうんだよね、これ。だから戻って、ここで選択しないといけない。もう一回ステージ4をやり直す。すると、こんな感じにステージ4からできるから。なんかできちゃった。ちょっと待って、なんかできたんだけど、ちょっともう一回やり直すか。このゲーム、すごく面白いです。これをできました。一回ね、こうやってやって、下まで行って、ここか。ここで出してあげて、上まで行って、左で一回行って、ここ。これで取りました。こんな感じに。あとはまあ、ゴールすれば OK だけなので、多分できると思うんで。まあ、こんな感じで。はい。適当にやっても OK です。やり方ちょっと忘れちゃったな。ほら、アイテム取ればいいだけなのかな。なんかアイテムなくなってたけど。よし、次。結構難しいこれ。ほら下行けないし、下行けなくなってる。合うだけなら簡単なんだよね。だからこのおまけ要素がすごく難しくて面白い。ほらこう下行けないから、こう下行きたいんだけど行けない。一回こっちでなんか調整してから、ほらこんな感じにやるんだろうな。で戻って戻って戻って、会える。 OK、 これは簡単だったね。いや、これ面白いぞこのゲーム。なんか30分で終わらないんだけど、なんか30分ぐらいかかりますよって言って、ね、あったからやろうと思った。でも私こういう、なんて言うんだろう、ゲーム大好き。本当に。皆さんも遊んでみてください。山本ちゃんが私を描いた似顔絵。山本ちゃんって誰だろう？今後現れるのかな？あの子とは違うよね。さあ次は。これは、全然ここまで動かないのか。ここで一回やらないといけないよね。調整するのか、これで。え？待って。これどうすんの？なんか、左に道ある感じかな？お！あ、そっか、こっちから来たもんな。なんか、X キーで、なんとかなんとかって右に書いてある。あ、一緒になるってことか、これ。あ、上下が逆になってるような気がする、これ。あ、なるほど。で、これでやったらまた逆になるから。面白いな。これはこうやってぐるーって言って、これで合えば OK。あ、ダメだ。あの、アルバム撮ってなかった。すごくうまい感じにできてる。これ、今6か。もう一回やるか。
ここでしょう。ここで一回押して一個行って、これで取ってみたいな感じで OK だと思う。これもう取れてるから普通に戻って大丈夫だろうな。クリアしてるから、ほら、アルバムだけ取ればいい。山本ちゃんの魅力はこんなもんじゃない。もっとうまく描ける。これ取った後クリアしなければいけないっていうのじゃないからいいよね、すごく。あれないぞ。これ下にありました。7とか。だから別にクリアしなくても OK なのかもしれない。これ使える？あ、これ使えるね。あ、これもう使っとかんやけん。何回でも使えるのいいよね。で、これだからこうか。これ逆になるからこっちで。で、これは一緒に行ったらもうここクリアしちゃうからね。一回ここでずらして、一回こうやって取って、で、これで一緒になるみたいな感じで。まあ、逆でもいいよね。こんな感じに。あれちょっと待って。すれ違い起きてる。ここで一回調整しよう。ここで調整。この辺で調整。一回、ここで調整しないといけない。こんな感じで調整して、あれちょっと待って。会えないんだけど。難しいな、これ。壁とかで合っていく。OK。こんな感じで調整をしてください。グダグダになってたけど。面白いな。これどんどんやっていくか。楽しいな、これ。このギミックワールドってね。これとりあえず出してあげないといけないよね。こんな感じに。ああ、こうなっちゃうよな。これ下行かないといけない。これ逆にするか。こうやってやって出してもいいよな。どん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 。こんな感じで。ね、こんな感じで出してあげて、こうやっていって。これでもいいわ。普通に。あ、でも横にならないのか、これ。いや、この辺も調整しないといけないな。こっちっけ？オッケーオッケー。取れた。こんな感じでやって。これ入れ替えて入れ替えて。あ、でも私も行かないといけないのか、そろそろ。こんな感じに。よし。で、ここはもう調整や。こんな感じに。調整して。調整して。あ、これこうか。調整して、オッケー。これなんとかやればできるな、これは。ね、攻略動画じゃない、実況動画だからぐちぐちでも許してくれ。だいぶ集まりましたよ。これ、どこまで読んだっけ？クレーンゲームの景品をもらった山本ちゃんは2000円も使った。私のカップ。私の名前は何なんでしょうね。ちなみに。お酒を手に入れたから。あと2つクリアしたら半分終わるみたいな感じか。これも、まだ慣れてないからな、私。したい。上行って、右。いやー、逆か。こっち行って、これ下はこんな感じか。はい、こうやってもう移動すれば OK。と、これ言ってて、こうやって行って、こうやって行って。これ逆か。まあ、とりあえずこうやって、どんどん移動させよう。ほい。ほい。こうか。ここ一回下にやってあげんやけんから。こうやって下に行こう。で、これも逆に行って、取って、マグカップを取らないというか、あ、これ、片方のもう一人の子かな？どうなんだろう。これで、こんな感じに調整していけば。また会えないんだけど、ここで。会いたいんだけど、会えない。下に行きましょうか。下で、一回こうやって当てます。当てましたね。で、これで、移動させて、こんな感じに。で、こう。で、調整して、会うみたいな感じ。え？あ、びっくりした。失敗しちゃったかと思った。夜バージョンだとダメなのかなと思ったけど。無事、ほら、ゲットできました。山本ちゃんのカップ。あなたとお揃い。うふふ。え、これ最後どうなるんだろうね。なんか頭になんか刺さってるしね、私。恐ろしいよ、これ。これさ、全部集めた場合と、集めてない場合で、なんか変わったりとかすんのかな。なんかそんな気がしてきたよ、私。あれ？今度私が取るんじゃない？これ。ほら、花。なんか逆バージョンになった。あ、これ一緒に行かないといけないな、この辺も。あ、こんな感じで行くか。こう、行けてる？ちゃんと。うん、ちゃんと行けてる。で、こうやって行って、会えた。簡単だった。すっごい簡単だった、今回。これで半分終わった感じか。セーブもしとこう、この猫みたいなところで。何分遊んだ？ 22 分も遊んだ。音楽とか。ちょっと調べましょうか。いやー、今日は半分遊びましたよ。
山本ちゃんが道端で見つけた四つ葉のクローバー、あなたはいつも子供みたいで楽しい。さあ続きやっていこう。こうやってやって、まあ、引き続き撮るみたいな感じ。これボタンを押さないといけないのかな、こっちの方で。あ、これ Y 押さないといけなかった。 Y っていうか X か。なんか音楽がすごくいいよねこれ。こんな感じでやって、もうこれ覚えたからこんな感じで簡単だ。開いた。どこの方がいいんだろう。これでこんな感じでいくか。こう横に行けないな。はい、まあ、あとは普通にクリアするだけですね。こんな感じで、でこっち行くか、こうかこんな感じ。まああとはもうずっと、もうなんか分かりづらくなってきたな。これ切り替えるのがなんか久しぶりにやるんですよね、このゲーム。よし、OK。はい。取って、あとはもうハートを目指していけばいいだけだからね。こうか。で、私もあのハートのところに行かないといけないから、こっちで、よし、一緒に行こう。よし、会えた。じゃあどんどんやっていこう。なんか同じような、何これ、ボタンが2つあるんだけど、試しに左押してみるか。ああ、そういうことね。まずは、あの、ボタンを押さないようにしないといけない。で、こうやっていって。どうやって下行けばいいんだろう、これ。下行けないな。ちょっと、調整して。一回ここでいいのか。で、下行って。で、右行って、あ、これまた下行けねえな。逆にするんだったっけ、これ。OK、逆にして、こうやってやって、こうやって行って、これ逆になってるからな。で、あの、ラーメンみたいなのをまず取ると。こうか。OK、取れた。で、これでまた戻るの、あそこボタン。あの、開けないといけないからね。結構大変だな、これは。こんな感じに行って。こうやってやってもできるか。よし、押して。こんな感じで行って。まだ一緒ですね。あと、右に全部行けばいいか。通れるようになってる。下行って、右行って、下。で、これで私が近づけば OK と。で、ここで一回固定をしといて、こうか。OK。グダグダだけど、なんとかできておりますよ。パーツもね、今のところこんな感じに集まっておりますね。よし、次は。これどうなってんの？あ、一回こっち開けてあげる感じか。開けてあげて、まず通らせてあげるのか、これで。で、次はこっちやって、通らした後に、こっちやって、取った後に、今度は、あ、やばい。これでいいのか。一応。こう、こうか。で、あとはもう上に行けば OK。これも簡単だった。あともうちょっとで全クリかな。慣れてきた。うお。そういうことか。下行って、これ、あれだね。結構大変だね。違うか。こうでいいのか。よいしょ。こうやらないといけないな。え、ちょっと待って。どっちだったっけこれ。私いつも忘れる。逆になってた。まず、下まで行こう。これね、紫とさ、緑がさ、ややこしいですよね。緑の時は左右が逆になってるから、で紫の時は上下が逆になってる。これ、頭に叩き込んでおかないとさ、全然もう分かんなくなっちゃう。これね、緑だったら左右が逆になってる。紫だったら左右 OK だから左行けばいいのか。これで。で、紫は、あの、上下が逆。ただこれはね、気にしなくていい。こんな感じに行けばいいから。こんな感じにね。OK。で、次、緑だったら左右が逆だから紫か。紫で右方行くと。で、下行って、これが紫だったら
いや、緑だったら左右逆だからこうか。いや、これ頭使うよ。本当に。本当に頭使う。頭使うっていうかね、もう、覚えとかないといけない。で、紫の場合は、上下か、逆か、かこうか。これはでも、あ、で、怖いな、これ。これ、思ったんだけどさ、ちょっと、緑は、左右が逆か。これちょっとここでやる。ここでやった方が絶対、ここでやるって言ってもあれなんか。なるほど。こんな感じにして、あれ？ここで一回近づけとかんやけん。合わせないといけない。ちょっともう一個か。ここでちょっと調整を入ります、調整を。うん。ハートのところ行かないといけないから。あ、ちょっとまず一回、端っこに全部やる。この子。これでいいか。これで、一緒のところに軸が合ってますよね。合ってるから、こんな感じに、ここで調整して、紫、オッケーオッケー。これで、あ、合いました。で、あとはもう、上下で合わせて、オッケー。これ大変だったな。この紫と緑が、どう寝かこうってなってるのをちゃんとやっとかないといけない。だいぶ集めたからちょっと見ていくか。この辺簡単だったけどね。壊れた電話。山本ちゃん、料理できたんだ。サランラップして、扉の前に置いてあった。あれ、山本ちゃんっていうのかな？カップ麺、山本ちゃん。あなたは私に抱きついちゃったのかな？私、早く元気にならなきゃ、嫌な気持ちが抑えられない。なんで大切な手紙をくしゃくしゃにしちゃったんだろう。なんでだろうね。今のところホラー要素とか何もないけど、これが気になるんだよ。この影みたいな。これちょっと待ってよ。適当に行ってみる。これ、まず上だな。上っていうか、これだな。で、こうか。あれ？どうなってんのこれ。あ、なんか行けたんだけど。上は、ちょっと待ってよ。戻っちゃうな。右行かないといけないな。で、緑が左右逆だから、こうか。で、次は、右行ったらダメ。上か。上行かないといけない。で、上が、紫が左右逆、緑がそのままか、こうか。で、左右逆が緑なんだから、こうか。こうやっていって、こう取れた。で、次はどこに行くの？ちょっと、移動するか。下行ってもダメ。これは、あ、一回戻らないといけない。マジか。戻るか。おい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 。あ、そっか、私が移動しちゃったからか、今。脱出前に。一回止まっとかないといけない。で、これで、紫で、左右が一緒だからこっち行って、上はどうなってんのこれ。あ、これ上でいいのか。じゃあ緑で行くか。紫で行った方がいいか。どうしよっか。緑で行ってみる。これで、緑は、上下逆が紫だよね。紫上下逆だからこうやってやって。ちょっと待って、難しいこれ。頭が痛い。これもう一個こっちに行かないといけないな。合わせないといけないから。で、緑が上下逆だから、これはこれで OK か。紫上下逆だからこれか。OK。頭が痛いです、皆さん。もう緑と紫のね、上下のやつとかも覚えておかないといけないからな。頭が、もう面白いゲームですけどね。元気になれる薬がこれ飲んどきたい、今。私今、もう頭がね、糖分が足りてないのかもしれないな。あと少しか。あ、これ簡単じゃない？普通に。え？なんで消えちゃったのよ。え？恐ろしいな。これ普通に行けばいいんじゃね？ピアだよね。なんで消えてるの？恐ろしいことが起きてんだ。ちょっとセーブしとくか。かわいいね。え、消えるのはなしよ。わかんなくなっちゃうよ、本当に。紫にして。今、多分、いると思うんですよ。これ実況者殺しですよ。で、これで、これを合わしてる今。で、これで、ちょっと、緑か、逆か、こうか。3、いったよね。で、紫が、横のやつが一緒だから、こうやっていって、で、これ、左右、逆が紫か。これ取れるんじゃね？あれ？今どこいんの？ちょっと待って。今目玉のところにいる予定な。あ、ちょっと見えた。
そこにいたのか。なんか、ちょっと動きすぎたら回復するみたいな感じか。いや、ここかと思ったんだけどな。私がこっち行くか、まず。ここでちょっと調整をしよう。今一番上にいるんだよね。で紫で、左右が強くなるからこうやってやって。で、緑が、いや、紫が左右一緒だから。ここはこれでいっか。で、こんな感じで。ちょっと待って、頭が痛い。取れるでしょ、これで。オッケーオッケー。もう適当にやってるけどな。どこ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 。でも助けて、みんな。もうどこ、私。出られないんだけど。どこにいんだろう。もう見当もつかないよ。こんな感じでやってたら出れるんじゃないの多分。で、出れないかな。で、出れないっぽいな。どうすればいいんだ、これ。今どこにいるんだろう。あ、蹴てれた。適当にやったら出た。もうダメだ、これ。で、行って、これ、ちょっとやらないといけないな。左右逆だから、こうか。で、こうやっていって。で、次、緑が、いや、紫が上下逆か。あ、こう、そっちにいるの。ちょっと頭痛い。もうダメだこれ。紫とかの要素いらないんじゃないの。ゲーム性としてそれか。で、今多分左上のところにいると思うんだよね。ハートのところの。ね、頭使おう。オッケーオッケー。ふぅ。これであとはもう合わせればいいだけ。こんな感じ。難しかった。本当に難しかった。見てる人も得にならないこれ。本当に。私の実況の仕方が下手なんですけど。申し訳ない。でも、ギミックとしては面白いよね。どこにいるの？あ、なんかゲームシステム的にね、こんな感じの別の人の歩いてるの見た。ゲームシステム的には消えるのは必要だったのかもしれない。どうなるんだろうね、これ。いや、でもいろんな、何これ？これも私が苦手だな。当たったらどうなる？当たっても大丈夫だ。よかったよかった。うわー、ゆっくりになってる。ここは当たっても大丈夫なんだけど。なんかだんだんホラーになってきたんだけど。これ、今、取れた。いや、恐ろしい。出れる？これ紫になったら出れるか。上行くか。いや、どうなってんのこれ。いるときはもう動かないか。あ、透明なギミックなくなってよかった。いや、すごいな、この作者さん。作者さんほんとすごいと思う。面白いこれ。単純なゲームなんだけどね。あの、アイテムを取ってクリアするみたいな感じ。これね、全部取れなかった場合ね、どうなるのかっていうのもね、気になるからね、ちょっとこまめにセーブをしていくよ。多分、グッドエンディングとバッドエンディングが、空いてるじゃん。どうなってる？花取るか。え、これもクリアでしょ、これ。え？離れ離れになっちゃった？え？ちょっと待って。他の場所にセーブするか。なんか、幽霊が見えるんだけど。え？どうなってんのこれ。え？全部集まっちゃったんだけど。これから調べるか。何も信じられない。私はおかしい。どうして。久しぶりに山本ちゃんと散歩。彼女はいつの間にかいなくなっていた。どこに行ったの？私を捨てないで。うわ。フライパン。うわ。これフライパン持って行ったらなんか変わったりとかするのかな？これ料理作ってあげるとか？これなんか料理、フライパンが必要とか言ってたよ、最初のやつ。フライパンは封印。ちょっとフライパン持って行ってみるか。私、初見プレイですからね。エンディング？もしかして。ヘルプはシフト。あ、わかりやすい。ありがとうございます。この図をさ、キャプチャーしてからさ、やればすごいわかりやすかったかもしれないね。ナイスです。これシフトでダッシュができるかと思ったけど、ダッシュができない。ちょっと待って。なんか変なの撮ったな、お前。私フライパン持ってるぞ、でも。お、守った。あ、やっぱりフライパン持ってるのと持ってないので変わるみたいですね。え、これ、グッドエンドじゃない？初見で。あ、ちょっとフライパン持ってないバージョンやってみましょうか。え、すっげえ面白かったんだけど。お、左上。こんな感じです、皆さん。皆さんも遊んでみてください。あの、概要欄に遊べる場所を載せておりますので。君に出会う。あ、なるほどね。ここで漢字っていうか、変わるってことか。エンディングのやつか。
じゃあもう一つのエンディングはどうだったんだろう。あ、しかもいる。この子が。ああ、いつまでも一緒だよみたいな感じ。で、これは右に行ける。今右に行ったら何があるの？ちなみに。フライパンをちょっと置いていこうか。これもクリアした後だよな。エンディング何回も見れるってことなのかな。でも左上の子は何なんだろう。ちょっと見てみるか。一応フライパン持ってないです。もう一種類のエンディングが見れるってことなのかもしれない。あ、いた。あ、刺されちゃった。戻って。本当はこっちの方から見とくのが正しいんですけどね。まさかのフライパンを取ってしまったという。だから全部集めることができたらフライパンが右下に出てるって感じなのかな。あ、悲しい。いや、ご視聴ありがとうございました。実況者は署名でした。すごいね、バッドエンドで。あ、君に裏切られる。あー、なるほど。めっちゃうまくできてる、これ。丸のところに入るってことね。すげー、これ。え、これ次回作があったら、これ次回作があったらまた遊びたいですね。では失礼します。一応クリアデータセーブしとこうかな。ここでセーブできるから。で、これでいつでもステージね、遊べますね。19ステージまでありました。何これ？ちょっとやめようかと思ったんだけどさ、変なのがついてる。え？何これ？ちょっと実況やめた後に変な道行っちゃったんだけど、何ですかこれは。うわー、え、エクストラステージ始まった、もしかして。うわー、すげえ。いや、見えない見えない。セーブできてんのこれ。どうなってんのこれ。先行ってみるか。いや、ご視聴ありがとうございました。実況者はちょめでしたって挨拶した後なんだけど、今までのステージがさ、全部通ってるみたいな感じ。え、これ待って。これなんか、文字になってんじゃない？もしかして。なんか今 A っぽかったよ、これ。これ W？ なんかそんな感じじゃない？ほら。全部繋げたらさ、なんか、文字っていうかさ、A 数字なんかになるんじゃないのこれ。遠くから見たら、これもなんかの文字だと思うんだけど、一文字一文字。なんか変なマップだなと思ってたんだけど、これは何だろう。ちょっと行ってみるか。とりあえず行ってみよう。何が起こるんだろう、これ。もう考えるのは、その、行ってからや。これマウスでそのまま行ってもいいかな。キーボードじゃなくて。すげえ、こんなところも、うまく作られてんのか。こっちに行って。え、これってさ、みんな実況出してる？ここ。出してるか、みんな。私だけじゃないよね、気づいたの。そもそもこのゲームって、みんな実況してんのかな？ちょっと、終わった後見てみるか。うわ、すごいな、これ。へぇ、他の人の実況見るの楽しみだな。これもやったか。こっちか。まあ、まずはね、自力で解くのが面白いからね、こういうゲームは。これも通ったか。なんかだんだんおかしくなってる。お、滑る床も貫通できた。音楽もすごい。え、ちょっと待って、最初に戻ってね、これ。え、無限ループって怖くね。これちょっと終わるのこれ。え、どっかに抜け出す場所とかあるのかなこれ。私がただ喋ってるだけ。いや、これ同じだよ。え、これ何もないんじゃない？さすがに。いや、あったわ。どっち行くの？上か。え、こっちで合ってんのかな？これセーブしたいね、この辺で。君と何々へ続く。あ、次回予告。あ、次回作あるみたいです。楽しみですね、すごく。皆さんも遊びましょう。次回作も。何？え？プラグイン。すごい、めっちゃ凝ってる、これ。
このゲーム。個人的に私、今年一番の名作のゲームかもしれない。え、これもう次回作これ。え、YN? いや、YN 関係ない。Z 押せばよかったか。え、これ。なんだこれ。え、動かないんだけどこれ。え、変な子が来たよ、これ。マウスも使えない。君と、いや、読めない。多分次回予告かな。2023年リリース予定でございます。素晴らしい。最後のプロモーションも忘れずにみたいな感じで。最高のゲームだった。こうやっていろいろね、遊んでてよかった。こうやってイチャイチャしたりとかさ、これいる、なんか左上のね、女の子がさっきから気になってたからさ、いや、何なんだろうなと思っていろんなところに行ってたらさ、これちなみにこっち行ったらどうなるんだろう、これで。この感じで。それだけ見て終わるか。何もなかったらここで終わってます。